前回のあらすじ、ピカピカのピカチュウカを手に入れたと、車、花壇、乗り上げ、標識、壁にボルテッカー、病院のスタッフが多々同行し、丸肉屋へ潜入調査を行った。挙句はそこで目にしたのは恐怖に満ちあふれた空間だった。デンジャラスファクトリー。果たしてアゲコロはニートを脱却し無事就職することができるのか。うわ、頑張れアゲコロ。出たいのに出たいのにあ、これで出れる。あ、もしもし、もしもし店長、あの電話終わりました。 あのね、まだおめえの店長じゃねえんだわ。あ、ごめんなさい、失礼しました。よし、じゃあとりあえず今日暇だから、はい、ちょっといろいろ喋ろうや。え、どこ行ったらいいですか。今レギオンに来ました。あ、じゃあちょっとレギオン行くからちょっと待って、今すぐだから。はい、ちょっと待ってな。くるって店長、まだ店長じゃないけど一応もらえもんだからなんかね。ごめんなさい、ビビるって。ごめんなさい、ごめんなさい。おお、今の危ないって。すごい、さすがに今だってニートちゃんの尻スレスレやった。あ、ちょっと待ってください。ワイも死ぬかと思った。これあの今日車買ったんですよ。免許持ってんの。免許持ってます。免許を昨日取りました。これ、あ、免許は持ってんだ。一回出たらいいんですね、これ。あ、危ない。頑張れ、頑張れ。何をしたいの、何をしたいの。怖い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 。ここから出たいんですけど、どうして。この F の筋肉。ここって何、車から出たいってこと。あ、車から出たい。たすいません。大丈夫か、免許持っとんか。持ってます、持ってます。ちゃんと。もう怪しいな。車からも降りれないで免許持ってるわ、だいぶ怪しいわよ。すいません。あ、来た店長。すいません、ありがとうございました。喋り終わったらちょっとバッサマ行こうよ。はい、あ、これみんなさん、なんか用意するよ。ガチャする、ガチャ。ガチャする。ちょっと鍵閉めないと。大丈夫、大丈夫。鍵、鍵閉めないと勝手にこうやって乗られる。はい、危ない危ない。すいません、ありがとうございました。あ、いたいた、バレ肉屋さん。当たりやすくなったのか。あ、お仕事中だ。クロミちゃんも買ってく。あ、買ってきて今あの体験入店の交渉をしに来ました、ここに。あ、そういうことか。はい、ということで、このコロボガールをな、ちょっと話し合いができる場所までちょっと連れてこうと思ったな。ちょっと外れ行くぞ、外れ。はい、場所の。ありがとうございました。じゃあまた会いましょう。はい、また行ってらっしゃい。はい、行ってきます。よいしょ、乗れた。はい、乗れました。よし、ちょっとごめんな、ガソリン給油しながらうちの工場でちょっと探そうか。はい、はい、元気いいね、あんた。はい、あの向いてると思うんですよ。ちょっと自分で言うもんじゃないよ。うちのちょっと採用基準がちょっと高いかもしれない。そうなんですか。とんでもないところに今受けに来ちゃった。初日、2日目でかなりハードル高いと思ってほしいね、うちは。はい、うちはね、ちょっとゲテモノ売ってる関係上、はい、割と自分の商売スキルっていうのが大事になってくるのと、なるほど、はい、あとは人と人の信頼関係をどれだけ築けるかにかかってるんだよね。はい、まあ商売なんて全部そうなんだが、より輪をかけてって言えばいいな。わかりました。しかもあれですね、ルールがなかなか、その何と何と何が出たら何とかもちゃんと覚えないといけないから。そうだな、まずサイコロのシステムとか考えなくちゃいけないし、はい、適切な量をそれぞれ工場で作って、はい、結構な時間かかるのよ、仕込みも。あ、そうなん、あ、ちゃんとあれってあそこの工場で仕込んでるんですね。そう、工場で仕込んだりとかしないといけないから、はい、ちょっとね、時間もかかるし、単調で重労働が多いんだよな。なるほど。まあ、とりあえずうちの成り立ちから説明しようか。はい、うちね、本当にまだ1週間も経ってないの。そんな、あのルーキーなお店なんですね。ああ、まだルーキーで、まあてんやわんやしながら今日基盤が固まるか否かくらいなんだ。はい、でうちってね、はい、オリジナルメニューをガンガン作るっていうのがモットーなのよ。はい、で担当直入にいるんだから料理できるか。
だやったことないです。まあもうちょい砕いて言う、ちょっとベタ的な話になっちゃうから絵描ける、はい、絵はあんまり描けないです。描こうと思えばどのぐらいすごいスキル必要ですか？なんかサムネイル作るみたいなのとか得意ですけど、はい、ね、これうちのさトランク開けてみ、中見れるんですか？あ、こういうのを描くってことですか？そう、それな、全部俺の手製なんだよ。すごい、かわいい。で、これをちょっとパンポンポンポン増やして、はい、まあ普通に販売するのもあるんだけど、はい、ガチャを楽しんでもらいたいんだよ。なるほど、もっといっぱい種類を作んなきゃいけないってことなんですね。これもさっきやったよね。はい、やりました。ああいうのをやり関係上結構品入れとかしなくちゃいけないわけよ。なるほど。結構まあ書けなくても、はい、何が得意かとかアピールすれば、はい、何が得意だ？おしゃべりと人に話しかけるのが得意です。どんどん誰にでも話しかけられます。おしゃべり話しかける、ね、はい。じゃあ逆に自分の短所なんだと思う？自分の短所は落ち着きがないところです。ね、はい、まあじゃあその短所について、まあ、落ち着きがないという、まあ俺も落ち着きはない方だけど、はい、ただうちってね、こうやって工場で作って単調な作業を終えた後に、はい、レギオン前とかでずっと待機しなくちゃいけないわけよ。はい、意味だよ、ほんと。でも話しかけるの得意だったら、得意です。俺がレギオン前で待機してる間に、はい、まあもう一台ジャーニーのね、衣が買って用意して、はい、で、まあ各地動けないさ、メカニックの連中やら、あ、はいはいはい、病院とか警察の方々に、はい、まあ、訪問販売するっていう手はあるよね。はい、訪問販売。うちはその待機しながら販売し、レディオン前待機で販売と、はい、移動しながら販売とかしてるのをガチャ振ってもらったりとかして、あ、はいはい、ってな感じなんだけど。確かに、じゃあ訪問販売係で、あともう一つなんだけど、はい、この町に何しに来たの？ちょっとね、あなたのバックボーンが私ね、知りたい。この町にはジャンクフードが大好きで日本から来ました。で、美味しいものをいっぱい食べに来ました。あー、なるほど。はい、かなりゲテモノなところに来たなんだ。そうですね、でも美味しかったので。じゃあ次さ、給料の話するんだけど、はい、店に金があるわけじゃない、全部稼がなくちゃいけないわけね。なるほど、はい。なんで俺が今トラック経営で不労所得を入れてるの。はい。で、そっから固定給は出せど、そっから先っていうのは自分の、はい、なんだろう、だからうちの商品を売ってその7割は上げるけど3割バックみたいな感じになると思うね。まあ、歩合制になっていくのかなって感じなんだけど、そこで、はい、やっぱ、売れない、やめようみたいな感じでね、結構気軽にやめてもらっちゃうとこっちも困るっていうか。そうですよね、店長も。だし、あともう一つね、初心者さんだから、まあもう一度言うんだけど、はい、この街ってすごいね、飲食多いのよ。確かに。多いから、はい、ちゃんと、まだ2日目でしょ？で、全部見てない感じするから、はい、どこが自分に合うのかなってちゃんと見た方がいいと思うよ。わかりました。うん。すごいしっかりしてる人だ。まあうちのな、まれ肉のブランディングに合うかどうかっていうのを見てんだよ。確かにちょっと明るすぎるかもしれない。そう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 。そういう汚れた感じにしないといけないのか。汚れた感じにするか、なんか、はい、まあどんなイメージ持っていくのとか、そもそもうちである理由っていうのは逆に言える？やっぱり面白いからです。普通と違う。まあ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 、うちはそうだな、奇特な店だからね。はい。だって台紙でさあ出してこれとこれみたいなのが面白かったです。はいはいはい。これをさ、はい、何十人ってさばける自信はあるか？ちょっとでもちゃんと大事なことは覚えてさばいていかないといけないと思います。まあ言うてな、はい、大事だってあれも全然チンチロを改造したルールなんだよ。はい、改造しても何もほぼチンチロみたいなもんなんだけどさ、はい、みたいな感じでやっていくし、ちょっと待って、フライパンあってるんだよ。フライヤー見せるか。あ、今もう一回拾った。あ、すごい、大当たり、血当たり、血当たり、大外れで、横にダイスとかいろいろね、シークレットのダイスとかもあって、それをね、把握しとかなくちゃいけない。確かにこれを覚えるのは一苦労だけど、覚えたらいけると思います。ちゃんとそれを、その商品を通常商品6種類をそれぞれかける300作ったりとかしないといけない。わー、それは
確かに。それってどのくらいかかるんですか、その集中して次の日の用意をしようってなった時は1時間ぐらいかかってるから、ね、あ、でも1時間ぐらいで終わるんだ。あー、結構無心でやんないと終わんないよ。でもルーティーン得意です。ルーティーン得意か。はい。あとはレア商品とかを、まあ手元に大体30ぐらいかな、30、60ぐらいなんか用意しといて、はい、で、バンに通常商品入れて、で、あの自分のインベントリバレないようにしまわなくちゃいけないよね。インベントリバレないようにっていうのはどういう意味だ？バレないようにっていうのは、はい、ほら、じゃあお客さん中見ていいってバン開けんじゃん、これ。はい。で、そういう時にさ、レア商品があったら冷めちゃうじゃん。はい。だから自分のインベントリーの中に隠してほしいのよ。なるほど。で、当たったよっていう時にそこで手渡しをするっていう感じなのね。わ、すごい。なんかホスピタリティ溢れてますね、ここ。ホスピタリティ溢れてるというか、まあ俺がいろいろルールとかあれ仕様とか考えながらやったから。で、これ結構、はい、ごめんね、結構初心者の方だと操作が難しいのよ。いや、そうかもしれない。ちょっとね、混乱しちゃうかもしれないよ。確かに、まだ全然タブ開いてご飯食べるのもゆっくりゆっくりみたいな感じだから。だし、うちがなんかやっぱ特殊であればあるほど、やっぱちょっといろんな飲食の普通を学んでほしいという気持ちもあるのよ。確かに、そうかもしれない。多分その感じだと本当に右も左も分かんないでしょ。まだ全然分かんない。さっきも車から降りれなくて混乱してた。ちょっとね、なんていうのかな、そういう人がここに来るのは俺はちょっとあんまりやめた方がいいんじゃないかなと思う。いや、店長ちゃんとはっきり言ってくれるの優しい。そういうとこ、あの、じゃあもうちょっと慣れてきたらまた遊びに来たいし、うん、あっこさんのことめっちゃファンになったからまた買いに来たい。あ、もう全然それでいいと思う。だし、じゃあね、やっぱちょっとね、ハードル高いと思う。そう、確かに操作のところ言われたら難しいなって今思った、うん、ちょっと難しいなってなったでしょ。はい。だから、なんか落ち着いて慣れてきたらまた打ち切なよ。え、うん、絶対来る。それにさ、それで何が大事かっていうと、この街で知見を広めて、はい、何がやりたいか自分を保つことなんだよ。めちゃくちゃ優しい。はい。で、何にも分かんない状況で、はい、じゃあここに入りますって言って、やっぱ違うからやめたいですってガチャってなってもかわいそうじゃない？いや、そう。それはお互い得しないのよ。はい。ごめんな、なんかいろいろ、え、うん、引っ張りいっちゃって。あっこさんの言う通りだよ。そう、なんかこの街のあれこれをちゃんと知った上で、それでもやっぱ働きたいんですっていうんだったら、はい、まあ、うちは大歓迎だ。わかりました。もっと操作とか慣れて、うん、いや今の慣れたりとか、あの就職する前に、はい、この世界のね、ありとあらゆることを一旦体験して楽しんでほしいのよ。わー、その通り。ちょっとね、バレ肉屋はね、じっとしてることが多くてね、あんま初心者向けとは言えないのよ、はい、確かに落ち着きないし、割とちょっとツーな遊び方っていうのかな。はい。じゃあ、あっこさんはどんなのがいいと思います？衣に聞いたメカニック、車の修理とか、はい、ほら、うんうん、ほら、まだ車の修理とかも見てないじゃない。見てない。そうそう。やっぱ車の修理がいいなってなった時、まあもちろん副業もできるけど、どっちをメインに置くかっていうのも考えなくちゃいけないよ。いや、確かに。だってせっかくさ、ここ例えば入ったところであんまりさ、そこになんだシフト入れなかったら申し訳ないし。そう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 。飲食、あとは猫カフェとかペールノエルとか、あとなんだろうな、エイとかは北の方にあるとか、あ、俺以外にほら馬が合っちゃったやつがいて、そっちと遊び系になるじゃない、きっとこれから先。なるほど、そういういろんな人間関係とかも。じゃあ私んとこで働きなよとかいうさ、はい、輪を広げておくとほらいいと思うんだよね。確かに。もっとじゃあいろんな人と今関わった方がいいんだ。そうだね、ちょっとまだね、2日目でしょ、はい、まだちょっとね、ゆっくりしていいと思うよ。え、わかりました。車もね、さっきやっとね、ギャルミン先生にね、助けてもらって買えたから、うん、もうちょっといろいろ街を巡ってみる、うん、マジでね、色走ってからじゃないとうちちょっと難しいと思う。いや、確かに。いや、そういうのはっきり教えてくれて、すごいいい店長だと思いました。まあなるべく俺もね、圧出さないように頑張ってやったら大丈夫か。え、全然大丈夫です。すごいしっかりしてるんだと思って感動しました。今すまんね、やっぱこのマネ肉屋っていうのも並々ならぬ思いで立ち上げてんのと、はい、丹精込めて作った商品がいっぱいあるわけよ。はい。だからね、
お互いに適当はできないなって。その通りだと思います。すごい、うん、めっちゃ今感動してますマジで。あ、本当。はい、まあでもね、コロボちゃんのね、その明るいところはね、絶対ね、いいなと思う。嬉しい、ありがとうございます、うん。まあだからあれだね、いろんな人と交流を得て、はい、確かにいろいろ交流を得たらもっと何かあるかもしれないし。だってね、ペールノベルの商品っていうのがね、ちょっと今手元にあんねんさ。はい、まあじゃあちょっと待たそうか。なんかね、こういったね、ファンシーなものもあるんで。ほら、ありがとうございます。あ、かわいいクリームソーダ。ほら、あ、このかわいい系の人からもらったことあるんですけど、がペールノエルかな。へえ、かわいい、うん、気に入った商品だっていっぱいあるわけよ。はい、確かにまだ見てないのもいっぱいある。で、尖った例を一番最初に見てここだってなるのもまだ早いと思う。確かにその通りだ。多分、あ、やっぱちょっとダメってなった瞬間に瓦解するからね、周りに行くっていうのは。確かに商品全部がキショイから、ね。え、でもそんなことない。はい、え、ありがとうございます、いっぱい話聞いてくれて。なんか面接っていうよりもカウンセリングみたいな感じだった。あ、そう、はい、まあ、面接のつもりだったんだ。え、でもいっぱいお話聞いてもらえて、これからのあり方とかも考えられました。ちょっと初心者にね、結構真面目な話すると、はい、マジでうちより多分もうちょっといいところある。いや、ありがとうございます。難しいと思うんだよね、いろいろ操作量が。操作絶対難しいと思いました。マジでちゃんといろんなところ回った方がいいよ。わかりました、まだ全然見れてないから。うん、いろいろ見て、何回も何回も多分同じ言葉の繰り返しになっちゃうかもしれないが、はい、まあちょっとね、いいんだよ、ゆっくり落ち着いて1週間ぐらい観光来ちゃう気分でね、回ったっていいから、はい。ありがとうございます。うん、え、そっか、しかもだってここでもう働くってなったら、そっからもう今日から一生懸命激務だよ、激務しなきゃいけないから、もっと見なきゃいけない。めちゃくちゃ激務で逃げなくなっちゃうから。確かに、うん、まあ俺が洗脳して落とし込んでもいいけど、さすがにそういうわけにはいかないんで。え、すごい、なんかもっと怖い人なのかと思ってたけど、めっちゃいい人ですね、アッコさん。あのね、こういうことをやるからにはね、ちゃんと真面目に不真面目やんなくちゃいけないのよ。すごい、すごい、ちょっとマリニピアのまたガチャ引きに来る。また来いよ。はい、まあ、とりあえず今初心者楽しみな。